富山県立山カルデラ砂防博物館は、富山県中新川郡立山城足倉寺にある、立山カルデラの歴史や自然と、立山砂防、上岸寺川について紹介する、公立博物館。日本博物館協会、全国科学博物館協議会、富山県博物館協会会員。現博物館の前身として1985年6月1日に、 建設省北陸地方建設局立山、砂防工事事務所内に、砂防資料館、カルデラとして開設されたことが始まりで、その後立山砂防事務所の建て替えに伴い計画され、1992年末には、国側との調整で、立山砂防事務所隣接地の千住家原国有地であり、立山黒部アルペンルートの玄関口である、富山地方鉄道立山駅より、 徒歩約1分の場所に建設することがほぼ決まった。1995年1月末には開設準備委員会を設置、1996年4月に着工し、1998年3月に完成、同年6月30日に開館した。博物館は3階建ての剣棟と2階建ての 国土交通省旨の鉄骨コンクリート作り2棟からなり、建築面積は1984平方メートル、建設費は約41億1000万円で、富山県が約26億3000万円、国が約14億8000万円を負担している。国土交通省旨の1階と2階の一部は、国土交通省立山砂防防災情報センターで、 二階がサボ展示室となっており、県棟とは二階の渡り、廊下でつなぎ、博物館と一体で運営している。また、隣接するサボ事務所内には、サボ工事現場に向かう立山サボ事務所管轄の立山サボ工事専用機動基地がある。館内は、1858年4月9日の、 飛び越し地震により発生した立山連峰、飛び山の山体崩壊が起こり、その後、カルデラ内の土砂が稼働閉塞を起こしの地に何度も決壊し、上岸寺川を土石流となって下り、下流の富山平野の村々に多大な損害を与えた歴史の紹介と、その後カルデラ内に残った大量の土砂から下流の町々を守るため、 その後100年以上もの長い期間にわたり現在も続く砂防と河川改修工事の歴史、縦山カルデラ内の自然などを紹介している。通常工事関係者以外入れない縦山カルデラ砂防工事の様子を見学できる体験学習会を7月から9月を中心に開催している。いくつかのコースがあるが、トロッコのコースでは縦山砂防工事専用軌道に乗車できる。応募が 定員オーバーの場合は抽選となる。立山カルデラ展示室施設内は有料ゾーンと無料ゾーンがある。立山カルデラ展示室とサボー展示室で大きな4つのテーマに分けて展示が行われている。ありがとうございます。